どうも、ソータです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は絶対にやっておいてほしい iPhone の見バレ防止設定を徹底解説ということで、最近ちょっと個人情報系の動画というのが多いんですが、僕自身普段毎日ショート動画というのをインスタグラムとか TikTok で発信させていただいているんですが、そちらでもやはりこういう見バレ防止とか、先日上げた LINE の動画ぜひ合わせてみてほしいんですが、そちらも非常にやはり人気なんですね。そういうことで、やはり一度設定しておけばもうその後何か変更する必要というのはなくなってくるので、その初期設定のままだとどうしても何かと不便だなって思うことも多いと思うので、ぜひ今回紹介する方法というのを設定していただければなと思います。このように僕のチャンネルでは iPhone や iPad などの Apple 製品の活用術だったりとか、ソータシンプルライフというブログを運営していて、こちらのブログ記事解説を行っているので、よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また Instagram や TikTok では毎日ショート動画を発信しています。合わせてそちらのフォローもよろしくお願いします。何かわからないこととか相談したいことがあったら、概要欄のコメント欄か、もしくはソータの公式 LINE というのがあるのですが、そちらを追加していただいて、お気軽にご質問やご相談というのを送っていただければなと思います。 LINE だったら気軽に聞けるなという方も多いと思うので、ぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで早速設定に入っていきたいと思うのですが、その前にやはりとてもインスタグラムとか様々なショート動画でとてつもなく再生回数が僕自身の中では回っている、知らんと損する見バレ防止対策のショート動画をぜひ一度ご覧になっていただければなと思います。それではどうぞ。見バレ防止しよう。設定の一般情報から名前を本名から変えておきましょう。エアドロップは知り合い限定にしておくのがおすすめです。プライバシーはトラッキングの許可をオフにしておきましょう。変なサイトにはアクセスしないように防止、これで安全です。ということで、先ほどの見バレ防止対策というのを見ていただいて分かったと思うのですが、正直早いよって思った方もいるかもしれないので、ここから一つずつ設定をしていこうと思います。それでは早速やっていきます。設定のこちら一般ですね、そして情報で、こちらの名前ってところあるじゃないですか。こちらの名前ってところが多分そのままだと、多分自分の Apple ID とかに設定してる名前プラス iPhone とかになってると思うんですよ。そちらをできればこちら普通のいつもの自分の名前でもいいですし、ニックネームとかにしておけば、何かとエアドロップとかの時あるじゃないですか、こちらの連絡先を共有みたいな、そういう時にこの名前が表示されるようになるので、そんなに恥ずかしくないというか、もしも他の人から何か連絡するっていう時にもこの名前で表示されるので、正直個人情報ある意味見バレ防止というのに役立つかなと思っています。僕自身はこちらのソータっていう、本名ですが、カタカナにしてこのように設定してあるので、ぜひ皆さんもお気に入りの名前とかに設定しておくことをお勧めします。続いてはこちらの1個下になるんですけど、エアドロップ、先ほどちょっとエアドロップに紹介したんですが、こちらエアドロップをタップします。そうするとここに書いてあるんですが、エアドロップで近くの人とすぐにデータを共有できます。エアドロップで検出可能にして、全ての人からまたは連絡先に登録済みの人からのみ受信可能にできますと書いてあるんですが、こちらエアドロップを全ての人に設定していると、例えば全然違う場所で誰かがエアドロップしたとするじゃないですか。そうすると自分の iPhone の名前がそちらの人のエアドロップにこう出てきてしまうという受信可能な状態になってしまうという設定になってしまうので、よくわからない写真が急にエアドロップで送られてくるなんてこともあったらすごい怖いじゃないですか。僕自身そんなことあったらめちゃくちゃ怖いなって正直思うんですけど、そういうのを防ぐためにやはり自分の知ってる人のみにしておいた方がいいなと僕自身は思うので、こちら連絡先のみというところにぜひ設定しておくようにしてください。続いてはトラッキングをオフにしていきたいと思います。設定のプライバシーですね、こちらのをクリックしていただいて、こちらトラッキングってところがあるじゃないですか。こちらトラッキングを押していただくと、ここに書いてある文章を読むと、アップが他社のアップやウェブサイトを横断してあなたのアクティビティをトラッキングすることを要求できるようにします。オフにすると全ての新しいアップからのトラッキング要求が自動的に拒否されます。識別紙を使ってあなたのアクティビティを追跡する許可を求めたアップはここに表示されます。トラッキング活動はアクセス拒否したアップにより告知されますということで、他のウェブサイトを横断してトラッキングするこちらの情報を許可するかどうかというのを設定できるんですが、こ
ちらオンにしておくよりもやはりオフにしておいた方が、トラッキングの要求をオフにして自動的に拒否する設定にしておいた方が自分自身の個人情報は守れるかなと思うので、特に理由がなければこちらオフにしておくのが僕自身はおすすめかなと思っています。それでは最後にサファリの設定に入ろうと思います。下にスクロールしていくとサファリがあります。こちらをクリックしていただいて、また下にスクロールしていくとこちらの方に様々なトラッキングについての欄があって、中でも絶対にオンにしておいてほしいのが詐欺ウェブサイトの警告というところです。こちらつまり全然違う詐欺のウェブサイトにもしも入ってしまったよという場合には必ず警告が出るということになっています。やはり最近話題になってますが、詐欺のサイトとか変なリンクとかをクリックしてしまうと自分の個人情報とか様々な情報が取られてしまうという可能性があるので、必ず警告を受けるような設定にしておけば、まあ、もしもという時が必ず防げます。これは絶対に大事なんで、もしもオフになっているという人がいたら必ずオンにしておいてほしいなと思います。ということで、これを全部設定しておけば確実に身バレ防止対策にはなるのかなと思います。この度公式 LINE を始めました。創価の限定情報やコンサルなどのお得情報を発信していくので、よければ友達追加をしていただけると嬉しいです。すぐ近くにある QR コードや概要欄のリンクからチェックできます。それでは続きをどうぞ。ということで、最後まとめとして、今回は絶対にやっておいてほしい身バレ防止対策の設定について解説してきました。まあ、どれもそれぞれ絶対にやっておいてほしいですし、まあ、中には自分はそんなのしなくていいやって思う人もいるかもしれないのですが、まあ、自分の中でどれかこれはやっておこうかなって思うのがもしも一つでもあったら僕自身は嬉しいなと思いますし、僕自身のこの発信ですごく大切にしていることは、まあ、全部を真似してほしいとか全部やってほしいとか、まあ、そういうわけではなく、自分の中で一つでも当てはまるとかこれはいいなって思ったものを少しでも取り入れていただいて、まあ、自分の生活とか iPhone とか iPad を使っている暮らしが良くなってもらえればなって思っているので、ぜひどれか一つでも役立つなというものがあったら、それだけでもいいのでぜひ取り入れていただければなと思います。もしも動画が少しでも良かったなとか参考になったよっていう人がいたら、まあ、コメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。このように僕のチャンネルでは iPhone や iPad の便利術だったりとか、もしくはソータシンプルライフというブログを運営していて、こちらのブログ記事解説も行っています。またインスタグラムや TikTok では毎日ショート動画を発信しているので、合わせてフォローもよろしくお願いします。何かわからないこととか相談したいことがあったら、概要欄のコメント欄でもいただいても必ず返信しますし、もしくはソータの公式 LINE というのを追加していただければ、より早く的確な個別に相談できるので、ぜひよければ公式 LINE の方で送っていただけると僕的には嬉しいかなと思います。概要欄、最近ショート動画とか非常にコメント欄が多くなってきて、なかなか返すのが難しくなってるんですが、必ず全部見て返信するというのを心がけているので、ぜひよろしくお願いします。ということで、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも発信は続けていくので、よければ他の動画とかも見ていただけると嬉しいなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。バイバイ。最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。公式 LINE では追加していただけると限定のお得情報を発信しているので、よければ追加をよろしくお願いします。また僕のチャンネルでは iPad や iPhone などの便利術を紹介するので、合わせてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いすることを楽しみにしています。また次の動画でお会いしましょう。